はい、皆さんおはようございます。今私がいるのはですね、石川県小松市の、小松市の道の駅木場型ですねに来ております。今日はここからですね、福井県の、あわら市かな、はい、あわら市の公園に行こうと思います。そこに行くと風車が見れるっていうことなんで、あった、あわら夢車公園という公園ですね。はい、ここに風車を見に行きたいなと思います。では早速行きましょう。で、まあここ来るまではですね、国道8号線をずっとまあ突っ走ってきたんで、あまり面白くなかったんで、ここからはですね、下道を、まあ8号線も下道ですけど、さらに一般道を走っていこうかなと思います。まだ結構距離あるんで、ところどころかなり端折っていこうと思いますけどね。つけるかな。ここの左斜め前が基盤型ですね。はい、曲がりまして国道305号線に出ましたね。まあ、この道走ってっても結局面白くないんで、またどっかマニアックな道に入っていこうかなと思ってんですけど、そして県道の145号線に出て、ここからどうなるんだこれ。あの陸橋はなんか見た記憶があるな。この左が芝山型じゃねえかな。ああ、やっぱりそうだね。芝山型ですね。芝山型には1回来てますからね。撮影もしてると思います。過去の動画にあると思いますんで。こっち行くのは初めてかな。なんとか型っていうとこ来ると、こういう橋は本当多いよなこれな。こういうなんか段差のある橋ね。あら、今日も綺麗だね。これこれ、こういう橋、急にグインと上がる橋ね。またこのつなぎ目がこう急に段差があったりね、気をつけないと飛んできそうな橋がよくあるんだよね。なんとか型っていうとこ来ると、河北型も近くにこういうところが何か所かありますからね。市なのに大江戸温泉、この辺は片山津温泉の温泉街ですけど、やっぱ車いないね。人もいないわ。朝早いけど、閑散としてる感じだね。本当に温泉街って感じが全くないな。え、降りちゃって大丈夫？降りちゃっていいのか。あー、なんか通ったね。通った通ったわ。前に一回通ってるわ。そうそうそう、なんか道に迷ってここの辺ぐるぐるしてたよな。なんかな、橋立て方面か、橋立て方面だな。曲がろう。はい、そして今県道の148号線ですね、走ってます。ん、これ何やんの。あ、中学校か。中学校あんのね。まだ自然豊かなとこにあるね。あれ、雨御前来ちゃったな。まあいいのか。ここ右行くと雨御前のサービスエリアですね。雨御前来ちゃったな。しょ、でここ曲がると、とりあえず、あの走りやすそうな道だけ選んで走ってますけどね、今ね。どこ行くかは全く分かってないです。はい、おーい。あ、鴨池観察館4キロ。ここもなんか、
寄ってみたい場所ではあったんですよね。雲池大正寺方面、だから左行かなきゃいけないのか、遅くね。県道の143号線相変わらず走ってますけど、雲池観察館、この右か、ここね。はいはい、駐車場とか入れなくなってますけどね。ああ、この上か、このトンネルの上が高速っぽいね。北陸自動車道だね。結構綺麗なトンネルじゃん。で、ボックスカルバートがあり、よいしょ。ああ、右行くと鹿島の森ね。はいはいはい、ということは右だな。ああ、風車見えてるわ。見えてきましたね。あれだな、あんだけでっかい目印あると行きやすいな。回ってないんだ、今日回ってないんだね。また北陸道くぐるの、これまたくぐるな。あら、いいっすね、こういう景色ほんと好きやわ。まっすぐ行くと鹿島の森に行けそうなんで、まっすぐ行きましょう。県道296号線ですね。こういう道走ってるとやっぱこう足回りが安定してて乗り心地のいい車っていうのは強いね、この前乗ってたフィットの3のあの台車の車とかだとかなりこうグワングワン来るんじゃねえかな、これな、って気がするね、こういう道はやっぱ RB3 は乗り心地はいいよね、別にそんな傷んでるわけでもないじゃない、だけどこううねってるっていうかね、そういう道もそうだし、ところどころこう補修してあって継ぎはぎになってる感じとかね、こういうところとかね、こういうところとかが来ても比較的あの姿勢が安定して走れるんでいいよね、この車は本当に。ここがちょうど海辺というか河口付近になるんですよね。鹿島の森も入れないんじゃないの、入れなさそうだね。お、来た、福井県あわら市。先はゴルフカントリーかな、ゴルフ場があるみたいですけどね。おお、ゴルフ場っすね。ゴルフ場に来るってのは俺初めてかもしんねえな。ゴルフしないもんね、だってね。ゴルフしないのにゴルフ場来ることねえもんな、だってな。でこれは無視して突っ切ると。あら、車来んな、これ狭えな、この道。おー、見えてきた、でっけえよ、風車でっけえ、でけえな。これが見れる公園がすぐ近くにあるはずなんですけど、駐車場もあるらしいんで、それがどこなんだって感じなんですけどね。おー、クラシックカー、ひまわり咲いてるね。あ、風車展望台書いてある。どこどこだ、左かな、こっちだと思うんだよな。こんな、ここじゃねえかな、なんかこのような気がするな。合ってるね、やっぱりちょっと行き過ぎてるわ。戻ります、さっきの入り口じゃないかな。この風車が見れるのかな。落ちそうな枝があるわ。あ、こっちから来ると看板あるんだね。こっちから来ると看板あるんだわ。ここに書いてあるわ、夢車公園。向こうから来ると看板ないんだね。やっぱ
ここだわ。で、上がると。おお。スプリンクラーか。なんか地元の人ぞ人がこう知る人ぞ知る公園らしいですけどね。ああ、結構綺麗な駐車場あるわ。止めましょう。ああ、展望台もあるんだな。よいしょ、壁に止めましょう。 OK、 よいしょ。シフトレバーがリバースに入りました。さあ、ということで、あわらでしたっけ、あわら夢車公園ですか、やってきました。風車が向こうに見えてますね。で、ここにあるのよ、この目の前、これ。この真下に今来たような感じですね。で、この上が公園なのかな？ちょっと行ってみようか。なんか畑もあるけど。で、向こうに展望台あるんだよね。あの展望台にも、行けるのかな？ここにも展望台あるのか。うん。綺麗に整備されてるんで、人がたくさん来るスポットなんでしょう。トイレもあるね。あ、ひまわりすげえわ。ひまわりがすごいな。あ、このひまわりがすごいじゃん。風車もそうだけど。で、トイレがあるね。これはでかいな。真下から見上げる感じだね。全然見えねえわ。これはでかいっすよ。で、公園がありの。展望台。このひまわりすごくない？これ。このひまわりすごいよね、これね。クリーム食べれるみたいです。展望台行こう。あら、綺麗じゃないですか。綺麗じゃないですか。ちょっと登る。よ、結構最近こういう展望台って入れなくなってるとこ多いんですけどね。ここは登れるな。北方湖、目の前がそうですね。ああ、綺麗だな。めっちゃ綺麗じゃん。ひまわりすげえ綺麗だな。あの橋も結構あれだよね。目立つ橋だよね。で、風車がね、全部で10基あるって言ってたかな。1、2、3、4、5、6、7、8？ こっからは8基しか見えないけどね。こっちにもう2機ぐらいあんのかな、うん、全部で10機って書いてあったんだよな、どっかでな。いや、めっちゃ綺麗だわ。向こう側になんか花勝負園とかなんか、あ、あるね、見えてるね。これ、あれか。オズマクションだとちょっと遠いか。今真正面に花勝負園って書いてある看板ありますね。うん。ああいう公園があったり、今、木で隠れてますけど、サイクリングロードとかもあるのかな。今目の前カヌーね、やってますよね。うん。これひまわりすげえな。これはすごいわ。で、一番近い風車はこれだね。でかいやね、やっぱね。はい、ということで今回はですね、あわら市の夢車公園で、公園ですね、やってくるという動画でございました。あ、めっちゃ綺麗だな。ってことで、もう少ししばらくこの辺ブラブラして帰っていこうかなと思います。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。